フリースタイルバトル。はいはいはい。えーはい、印象に残ってる。お3本三、ね、3本ですね。これでどの番組でもいいですかどのチャンネルでもいいですかそうっすね。えー、じゃあ3位からいきますか。3位が、フランケンさんと <laughs>、えっと、あのー、マカくんっすね。フランケンさんとマカくんがタワーレコードかなんかの多分バトルやってた。 そんなに再生数は多分いってないと思うんですけど、ちょっと見,見れますか多分あったと思うんですけど、フランケンさんとマカ君のバトルがちょっと僕の中では、1年ぐらい前かな ?2 年ぐらい前。うん、うん。あったような気がしますね。そうですね。タワレコあ、さあタワレコーすね。はいはい。これ結構熱かったっすね。これい、いっときゃよかったなと思いましたね。タワレコードはあんまいかないですけど。これがちょっとサインすかね。これ、 あの、共感してくれるヘッズいますかねちょっと <laughs> <laughs> あ。あ、じゃあ、2位ですね。2位はもう、あれですね。シンペータ VS シーダじゃないですか <laughs> あ。アカペラバトルじゃないですか。<laughs> あれ、シーダさんバズりまくってましたあれ、ね、あれ。<laughs> ってことはそういうことですよね。やっぱあれすごかったですよね。やっぱアカペラって難しいなっていう。あと、あの中で、もう、僕、シーダさんのバトルとかね、あの、特に見たことなかったんですけど、あんまりバトルって、もう音源がメインですよね。 志田さんはそうそうですよね。だからあの時にもう、僕のもう一人あの、この間シーダさんと会った時こう連れがいたんですけど、もうそいつと二人でずっと見てましたね。多分100万再生中の多分1万再生僕かもしれないですね。<laughs> そうですね。<laughs> じゃあ1位。1位これちょっと難しいっすね。決め、うわ。ああ、1位でも最近見たのだと。ああ、でも僕、内海 MC さんと両布カルマさんの、 えー、2016六すかねあれは。えっと、それこそ、あれ UMB ですね。UMB の対決がやっぱ熱かったっすね。1本目っすね。あれ、ジブラさんのビートだっけな。あれはちょっと食らえましたね。はい。その3本っすかね。